風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ロナルド、エジュートン、ジュニーヨ・パウギスタ、カシュー、マルロシウバ、デニュートン、エメウソン、ロクジニア、ルシア、エジミュートン、ジーラ、シュジール、ムアトヤイ、フエンサン、ハーム、パティ・ミューナー、フォーレル、コミレッティ、セダ、スフォルガ、ハタン・ヤイン、トゥルキューマス。キックオフです。両チーム相手の出方を伺っているようです。合わせた。ドリブル、主審ファールを取りました。壁の選手が燃えているんでしょうか。フォーレル、マルロシウバ、体を入れてきます。カーポスト、これはファールです。キーパーの指示が伝わっていないのか。壁になった。シュジール、これはコーナーキック。ゴール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 、ガンビリバブルゴール。さあもう一度見てみましょう。ルシア、この選手のポジショニングは本当に素晴らしいですね。華麗なドリブル、スペースを埋めないと折り返す。これはコーナーキック。ウエンサー、キラーパスになるのか。シュート、シュート、コーナーキックになります。ニアを狙った。ドリブル、エメウソン、なく得点を重ねていきます。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。ねじ込んだ。パタンヤイン、これは危ない。
ジュニーヨ・パウリスタ、トゥルキウマス、タンヤイヘディングジープ、ダークストーンがあった。トゥルキウマス、コミレッティ、空中戦、パティ・ミューマ、トゥルキウマス、狙いすぎたようです。ヘッド、カシュー、中へ上げる、コミレッティ、独自にある、ヌアトヤイ、トゥルキウマス、セター、攻めきれない、ヘッドでつなぐ、オフサイドの網にはかからない、決めることができない、ボールを外へ出す、華麗なドリブル、抜かれた、ここで笛です。前半終了、前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まります。カシュー、ボールを囲んでいきます。パーできた、ロナルド、キーパー前に出た、カシュー、おっと足がかかった、独自にある、クロス、ヘッド、得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。ロナルド、預けて、トゥルキウマス、
キーパーが壁の枚数を指示しています。エジミュートン、エジュートン、ハーム、エジュートン、セダ、中に絞ってきた、パタンヤイン、コーナーキックです。さあチャンス到来、シファルガ、トゥルキウマス、エジミウトン、選手交代が行われるのでしょうか。ここで選手交代です。ここからどう攻める、空中戦、トゥルキウマス、合わせた、ガンガンプレスをかけます、中へ上げた、ドクジニア、ツィーボグ、折り返す、ヘッド、スフォルガ、空中戦、ヘッドでつないでボールを外に出します。トゥルキウマス、中へ放り込む、フォーレル、シュート、デニュートン、オフサイドトラップにかかった、ハーム、マルロシウバ、ファーポスト、ジャンプ、ヘッドパス、シュート、これはゴールキック、ボール回しに嫌われた、ハタンヤイン、あと5分です。エジュートン、カシュー、ここからどう攻める、ファーサイド、クロスバー、ゴー、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴー、素晴らしいゴールです。得点は4対0。さあもう一度見てみましょう、蹴り込んだ、彼は本当に視野が広いですね。これは気をつけないと、パシュー、ヘディング、試合終了です、圧勝です。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。
はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。